おはようございます。町長の太田です。今月は地域防災の日について、交通安全について、静岡県市長対抗駅伝競争大会について、新型コロナウイルス感染対策についてお知らせします。はじめに地域防災の日についてです。静岡県では毎年12月の第1日曜日を地域防災の日と定めています。自分と家族の命は自ら守る自助、みんなで助け合い支え合う共助を実践することで地域防災力の一層の向上を目指しています。森町では例年この日に合わせ地域防災訓練を実施していますが、新型コロナウイルス感染者が急増し、静岡県が警戒レベルを4に引き上げたことから、今年の森町地域防災訓練は中止と判断しました。町内一斉での防災訓練は行いませんが、ハザードマップや防災ガイドブックをご覧になり、ご家庭で防災について考えていただくようお願いします。また町では感染症対策に配慮した避難所運営のためガイドラインを策定し、避難所で使用する大型扇風機や簡易型避難所用テント、折りたたみベッドなどの資機材を整備しています。続いて交通安全についてです。15日火曜日から31日木曜日まで年末の交通安全県民運動が実施されます。県内では交通事故による死者数が増加しています。特に夕暮れ時から夜間にかけて高齢者が事故に遭うケースが多くなっています。早めのライトオンや自発光式反射材の着用などで事故を防ぎましょう。運動期間中は一層交通ルールの遵守と交通マナーの実践に努め、交通事故防止をお願いします。次に静岡県市長対抗駅伝競争大会についてです。5日土曜日に第21回静岡県市長対抗駅伝競争大会が開催され、森町代表の12人の選手たちがたすきをつなぎ力の限り走り抜きます。今年は新型コロナウイルスの影響で現地での応援は人数が限られているため、テレビ・ラジオでの応援をお願いします。最後に新型コロナウイルスについてです。感染者数が日々増加している状況から、県では今月20日までを集中対策期間として最大限の感染防止行動を取るよう呼びかけています。感染防止対策はお一人お一人の行動にかかっています。マスクの着用、こまめな手洗い、人と人との距離の確保、適切な換気の実施など、新しい生活様式の実践と飲酒を伴う懇親会や大人数や長時間に及ぶ飲食などの感染リスクが高まる場を避けることなど、引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。また移動に際しては訪問先の感染状況を確認の上、
慎重な行動をお願いします。今は感染拡大防止の重要な時期です。引き続き町民の皆さんの自覚ある行動をお願いします。年末を迎え何かと慌ただしくなりますが、交通安全、火災予防、新型コロナウイルス感染予防に心がけ、健やかに年の瀬をお迎えください。